皆さんこんにちは、久保田です。本日は令和4年度三沢市総合防災訓練について発信いたします。令和4年10月の23日日曜日に令和4年度三沢市総合防災訓練が開催されました。私は市の防災訓練を参観しましたので、その様子の一部を動画で皆様にお届けしたいと思います。まずは第一中学校にて避難所開設運営訓練などを見学しました。災害時には三沢市内の小中学校などが指定避難所となり、多くの方が避難所を利用されることになります。今回は指定避難所を開設運営するための訓練そのものや、様々な設備を実際に見学いたしました。こちらはですね、外での停電対応訓練で、外部電源が喪失した際に夜間照明を確保するための訓練となります。市役所では火災消火救出訓練や傷病者搬送訓練などが行われました。また今回市の防災訓練と合わせて三沢市議会でも議員の安否確認を報告する非常時安否確認訓練と、市議会の対策本部を設置する災害対策本部設置訓練を行いました。災害に備えるためには定期的な訓練が必要であると考えておりますし、継続することで災害発生時の迅速な初動体制を確保することができると考えております。本日は以上です。動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。